はい、どうもこんにちは。本日はホームランを打つための筋力トレーニングについてお話ししていきます。この動画はホームランを打つための筋力、打つために必要な筋力についてお話しする動画だけであって、技術的なことに関しては一切お話しませんできないです。僕はそういった技術に関しては全然ど素人なので、あくまでホームランを打つために必要な体作りについてお話ししていきます。この動画を大きく4つに分けてお送りしていきます。1つ目がホームランを打つために必要な、筋肉は2年で手に入るということと、2つ目が大谷選手がホームランを量産できる肉体的理由、3つ目がおすすめのトレーニングプログラム、4つ目が筋肉が増えるとホームランが増える理由、この4つでお送りしていきます。4番目に関してなんですが、結論から言うと筋肉が増えればホームラン増えますよっていうのを説明していくだけです。バレル理論について詳しく知りたい方とかはぜひこの4章を最後まで見ていただけたらなと思います。あと他にもバレル理論以外についても、筋肉と瞬発力についての関係だとか、ちょっと細かく立ち入った話になっていきますので、ちょっと専門的になります。ただ結論から言うと筋肉が増えればホームランが増えますよっていうことです。なんででは1番からやっていきましょう。はい、ではまず第1章のホームランを打つために必要な筋肉は約2年で手に入るについて説明していきます。まず読んでいきますね。ホームランを打つには女子棒体重が約65キロ必要って書いてあるんですが、まず女子棒体重っていうのは、体重から体脂肪を引いた数値です。なんで体脂肪率 0% の体重ですね。これが約65キロあれば、ホームランが、最低限打てます、木製バットで。この数字をまとめたのはメジャーリーグベースボール MLB なんですが、これについてはまた4章で詳しく説明します。まず今はとりあえず筋肉量がこれぐらいあればホームランが飛ぶんだっていうのは認めてください。このについては後で説明しますんで。で、女子棒体重が65キロっていうのを実際の体重とかに置き換えると、体脂肪率 15% の場合だと約75キロです。ただこの女子棒体重っていうのは初期値がもう身長によってだいぶ違いますし、身長が低ければ女子棒体重っていうのは低いですし、身長が高ければ女子棒体重っていうのは高くなります。また筋肉のつけることができる量っていうのも身長に大きく比例します。参考なんですが、ストロングマンコンテストっていうのがありまして、200キロぐらいのものを持って担いで遠くまで歩くとか、あと100キロぐらいの石を持ち上げてバーを越えさせるっていう、もう力持ちの大会っていうのがあるんですが、それはもう本当に身長順です。1位の人が一番高くて、そこからだんだん身長が低くなっていくっていうような、それぐらいもう筋肉量つけることができる筋肉量っていうのは身長に大きく比例するんですが、身長が低い方でも絶対に筋トレをすれば筋肉はつくので諦めないでいきましょう。ではいきますね。で、高校生男子の平均の女子棒体重が51キロなんですよ。で、51キロで2年間で増やすことができる筋肉量っていうのが12キロから17キロなんですよね。だもしこの、大体真ん中ぐらいの14キロぐらい筋肉が増えたってなると、高校生男子の平均でもほとんどの方がホームランを打つために必要な最低限ですよ、最低限の女子棒体重筋肉量に到達することができるんですよね。で、ただ多くの高校生球児がもっと体重が軽かったりすると思うんですが、理由としてはいろいろあって、例えば高校生の場合とか他の、プロ野球選手とかそうなんですが、冬の間に体を作って、でそれで後の残りのシーズンを戦うっていう考え方とかが結構多かったりするんですよね。ただもう冬の間につけることができる筋肉量ってすごい本当にたかが知れてて、でこれの4分の1なんですよ、単純に考えると。でその間筋トレしなかったらどんどんまた落ちていきますし、なんで全然増えなかったりするんですよね。でもう一つの理由が、あと走り込みの多さだったりしますね。ちょっと誤解を恐れずに言うと、有酸素運動っていうのは筋肉量を減らす効果があるんですよね。なんで筋トレをしても有酸素運動で筋肉を減らす運動と、筋肉を増やす筋トレで増やしても、でそれで相殺してしまってあんまり筋肉が増えなかったりっていうのがあったりとか、そもそも野球っていうのはどうしても守備練習、打撃練習とか走塁練習、あと投球練習とかも含めるとすごい練習時間が長くなるので、その分また消費カロリーが多くなってしまって筋肉がつきにくいっていうのがあったりします。なんで
まあ、これはあくまで2年間ちゃんと週3週4ぐらいのペースでずっと筋肉筋トレを続けた結果だと思ってます。ただし続ければ筋トレを続ければ絶対に筋肉は増やすことができます。2年間で10キロ増やそうと思ったらはっきり言って簡単です。ちゃんと筋トレをすれば絶対に増えます。ではこの数値を踏まえた上で2勝目の大谷選手がホームランを量産できる肉体的理由というのにお話ししていきます。では行きましょう。では第2章の大谷選手がホームランを量産できる肉体的理由についてなんですが、もう単純に言うともう大谷選手の筋肉量がズバ抜けてます。ホームランを打つには女子ボール体重が約65キロ必要と書いたんですが、日本プロ野球の場合平均数値が67で最大が80キロ、 80.9 キロで最低が 57.2 キロだそうです。これがねちょっと古いんですが2010年頃のデータなので古いんですが、まあ、おそらく今はもっとだんだん上がってきていると思いますが、大谷選手の場合は2021年のシーズンインの時点でインタビューでこう答えてるんです。今は体重どれくらいですかって言ったらだいたい102キロぐらいです。それまではちょっともうちょい低かったみたいです。90キロ前後やったんですが、で102キロだったそうです。2021のシーズンイン時点で、でおそらくなんですがこれが体脂肪率 20% の場合、 20% はおそらくいってないです。大谷選手の見た感じ、これはちょっと上半身裸の、画像とか映像がちょっと見当たらなかったんですが、タンクトップの画像は出回ったんですよね。でそれを見るとだいぶ筋肉が筋張ったりとか、このなんて言ったらいいんですかね、筋肉がデコボコしてる感じがあったので、おそらく 20% はいってないだろうと。だから 20% だとしても体脂肪率が 20% だとしても 81.6 キロなんですよ、女子ボール体重が。でもし 15% だったとしたら、腹筋が割れるか割れそうかなっていうすごい引き締まった体だったら 86.7 キロもあるんですよ。もう日本プロ野球のマックスを大きく更新してる2000、ちょっと古いデータですけどね、そらホームラン出るわっていう肉体面から見るとね、技術もさらに一流であるんだったらそのホームランが出るわっていう数値ですよね。で大谷選手のインスタグラムをぜひ見ていただほし見てほしいんですが、ヘックスバーデッドリフト、ヘックスバーっていうのはこういったやつなんですが、ヘックスバーデッドリフトで225キロ上げてます。これは相当すごいです。まあ、ヘックスバーデッドリフトっていうと普通のデッドリフトにもだいぶ上がりやすいんですが、ただそれにしても225キロしかもノーベルトでやってるっていうのはおそらく体幹もすごい筋力がありますし、なおかつ下半身の力が恐ろしく強くなるとできないんですよね。まあ、なんで肉体面から見てもホームランがこんだけ量産できるっていうのはもうさすが、もうその通りだなと思っています。じゃあ続きまして、ホームランを打つために必要な筋力トレーニングっていうのはどうすればいいのかっていうのを3章目でお話ししていきます。では次行きましょう。では3章目なんですが、まず最初におすすめのトレーニングプログラムを出します。これです。はい、では先ほどの表にはセット数しか書いてなかったと思うんですよ。なんで今回、今からはセット数の、各セット数の重量設定だったりとかその細かい内容っていうのを話していきますね。で今回ご紹介したのはストレートセット法です。ストレートセット法っていうのは1セット目から、最終セットまで、例えば3セットを今回するとしたら1セット目2セット目3セット目が全部同じ重量だっていうことです。で1セット目の重量設定をどうするかっていう話なんですが、それが1セットを10レップとしてその時に RPE7 となるような重量を設定しましょうということです。 RPE7 っていうのは簡単に言うと3回余力を残した状態で終われるような重量にしましょうっていうことです。なんで10レップ RPE7 の場合は例えば13回補助なしで限界までできるけどそれを10回で止めましょうぐらいの重量のことを RPE7 と言います。ちょっと RPE については、詳しく説明するとすごい長くなっちゃいますので今回は簡単に紹介しますが、 RPE7 っていうのはあと3回できる余力を残した重量だっていうふうに認識しておいてください。で RPE 例えば8となると RPE あと2回上げれることができる、 RPE9 ならあと1回、RPE10 ならもう1回も上げれないっていう重量設定になるんですが、もし興味がある方は詳しく調べてみてください。で僕がこの RPE を、おすすめする理由が疲労のコントロールがしやすかったりするんですよね。1セットが固定で RPE7 とかでやると疲労が多かったらちょっとセット数を減らそうで、疲労が少なかったらセット数を増やそうというコントロールが結構簡単にしやすいんで
とお勧めしてるんですが、詳しく知りたい方はご自身でフィットネス疲労理論だとかトレーニングボリュームっていう考え方を勉強していただくと、この考えがしっくりくるかなと思います。ちょっと今回はね、これ以上説明を避けとくんですが、もう一回最初から説明すると、ストレッチセット法、1セット目の重量を最終セットまで同じ重量を扱いましょう。じゃあ1セット目の重量どうしたらいいんやっていうと、10回した時にあと3回余力を残すような重量でしましょうということです。じゃあその具体的な重量っていうのはどれくらいなんだっていうと、10レップ RP7 の場合は約1回上げれる重量、これ 1RM っていうんですけど、最大反復回数1回しかできませんっていう重量を 1RM っていうんですけど、それの約 65% です。例えば100キロスクワット1回100キロできます、もう1回それ以上できませんっていう方は約65キロが10回やった時にちょうど RP7 になりますよっていう数字です。これはね、ちょっと 1RM だとか RP7 とかすごいいろいろ新しい単語が出てきてややこしいんですが、もう1回説明例を出して説明しますね。例えば 1RM1 回200キロできる人がいます。じゃあその人が10レップした時に RP7の重量設定したいなっていう時はだいたい約130キロです。もう調子によってだいたい5プラスプラマイ5キロぐらい、プラマイ 2.5 キロぐらい変化したりするんですが、だいたいこれぐらいです。でこの人がもし130キロを担いで10回した時にあと3回ぐらいできそうやな、1セット目の時に余力が残る重量がこれぐらいってことです。それがこれ、ここの1回最大反復回数の時の、1RM の約 65% だということです。なんでちょっとここら辺は数字が計算がややこしかったりとか新しい単語がいろいろ出てきてややこしいんですが、もう一回簡単に言うと、3回余力を残す重量で1セット目の重量を組みましょう。それで、1セット目が例えば130キロならそれで1セット目、2セット目、3セット目、全て同じ重量でしましょうということです。はい、初注意に行く前に説明なんですが、今回はベンチプレスなど大胸筋に対するトレーニングを少し少なめに設定してあります。理由としては1つ目がトレーニングに対するパフォーマンスの効果が低い。やっぱり下半身の方がすごい打つために重要な筋肉なんで、ちょっとこの詳しくは説明しないですが、なんで少なく設定してあります。で2つ目がベンチプレスをすると肩や肘にすごい負担がかかるんですね。で肩に関してはしっかり適切なトレーニングフォーム、ベンチプレスのフォームをすれば、怪我は防げるんですが、どうしても、適切な正しいトレーニングフォームを、習得できない環境の方が多いと思うので、今回は少なめにしてあります。ただそれに正しいトレーニングフォームを習得したとしても肘に対する負担っていうのは変わらないので、肘の軟骨、関節軟骨の表面、関節軟骨に対する負荷っていうのはすごい、多いです。なので今回はベンチプレスに対する負荷は下げてます。もちろん関節が強い丈夫なんだっていう方は増やしてもいいですし、そこら辺は個人の判断にお任せしますが、僕としてはあんまりお勧めはしないです。肩に関してもすごい、インピンジメントだったりとか、あとスラップリージョン、あと腱板断裂などいろいろな怪我につながりやすいので、僕はあまりお勧めしていません。では次に初注意に行きます。では行きましょう。はい、ではまず一つ目、初注意の一つ目がゆっくり大きく丁寧にしようということです。ベンチプレスとかスクワットもそうなんですが、野球っていうのは瞬発力が大事だ、だから筋力トレーニングもできるだけ早く行う必要があるという考えを持つ方がいらっしゃるんですが、はっきり言いますとこれは間違いです。筋肥大トレーニングと瞬発力を高めるトレーニングというのは全くの別物です。なので筋肥大のトレーニングを行うときはしっかりとゆっくり大きく丁寧にやりましょう。瞬発力をトレーニングするときはまた別のバリスティックトレーニングというんですが、全く別のトレーニングになります。もし、筋肥大目的のトレーニングフォームで筋瞬発を、瞬発力を高めるためのトレーニングをしてしまうと、関節にすごい負担がかかったりとかフォームが崩れて怪我につながりますので絶対にやめてください。なので筋肥大トレーニングを行うときはしっかりゆっくり大きく丁寧にを心がけてください。で2つ目なんですが、チーティングを使わないです。例えばベンチプレスでお尻を動かす、スクワットですごい浅くする、アームカールでハンドを使って上げるなどです。こういったチーティングはトレーニング効果を半減どころか全くの無意味にしてしまうこともありますので、しっかりとチーティングを使わず、先ほど言った通りゆっくり大きく丁寧に行うことを心がけてください。チンニング、懸垂ですね。懸垂を5セットと書いてあるんですが、懸垂が10回できないという方も多いと思います。そういった方はラットプールに切り替える、もうそもそもチーティング、
チンニングをしないですね。でラットプールがない方は、補助についてもらう、お尻やったり腰のあたりを持って持ち上げてもらうだったりとか、あとはゴムバンドを使って、ゴムバンドを膝にかけて懸垂する、このようにしてなんとか10回できるように、もしくはラットプールに切り替えてしっかりと広背筋に負荷をかけれるようにしてください。で3つ目、これはトレーニングフォームに関する諸注意じゃないんですが、しっかりと栄養をとってほしいです。基準としてはタンパク質を体重の 2×2g 以上、体重60キロの方は体重約、60キロの方は、タンパク質約 120g ですね。体重60キロ ×2g なんで、それ体重 ×2g 以上のタンパク質を摂取するようにしてください。これは毎日です。トレーニングした次の日、トレーニングした日だけとかじゃなくて、毎日取るように心がけてください。なぜかというと、筋肉っていうのは毎日新陳代謝で新しくなっていきます。でタンパク質っていうのは他にも髪の毛だったり爪、皮膚、内臓、全ての体の構造となる基本物質です。なので日々入れ替わっているんですね。もしそこでタンパク質が足りないと筋肉を分解してタンパク質を消費してしまうので、毎日タンパク質をしっかり取るようにしてください。ここで年間トレーニングについての諸注意なんですが、試合がある期間とかでもトレーニングは続けた方がいいです。今は週例えば15、16、17セットぐらいで、先ほどのトレーニングプログラムはお伝えしたんですが、試合がある週は各部位6セットずつぐらいにするとか、下げてもゼロにはしてないでください。どうしても筋肉が下がってしまうんで、筋肉を最低維持するっていうのだと各部位週6セットずつぐらいが最低ラインと言われています。で各部位週6セットってすごい楽なんですよ。例えば週スクワット2セットを週3回するだけで、それだけで下半身はいいので、なんで各部位週6セット、週6セットですね、各部位は行うようにしてください。はい、以上が、ホームランを打つために必要な筋力トレーニングのプログラムについてのお話になります。で続いて第4章なんですが、先ほどもお話した通り、すごいちょっとマニアックな話になりますので、バレル理論とか、あと筋肥大と筋瞬発との違いだとかですねについてお話するので、ちょっとマニアックになります。ただ僕としてはすごい面白いですし、これを聞くことによって他のトレーニングにも応用できると思います。なのでぜひ最後まで聞いていってください。では次行きましょう。はい、では続きまして、なぜ筋肉量が増えるとホームランが増えるのかっていうのを具体的な説明なんですが、まず最初にバレル理論についてお話ししていきます。バレル理論についてはね、いろいろともう漫画でも取り上げられたりとか、いろいろニュースサイトだったりとかにも出てるんですが、まあちょっと詳しく説明していきます。バレル理論とは 何ぞやというと、打球速度と打球角度に注目した理論です。簡単に言うと、打球速度が上がれば飛びやすい角度の範囲が広がっていくということですね。打球速度が例えば158キロだったら、この角度しかホームランになりやすいですよという角度がしかないんですが、それが増える、打球速度が増えれば増えるほど、その角度がどん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 広がっていきます。つまり速ければ速いほどホームランが出やすくなりますよ、スイングスピードがね、打球速度が速ければ速いほどホームランが出やすいですよっていう説明です、理論です。でこの図なんですが、この図のこの扇形のこの線の部分、これは何やっていうと、打球を円で表現した部分の一部だと思ってください。例えばこれが時速0キロの打球で、これが時速100キロの円で、これが150キロの円で、200キロの円、これが打球200キロで、この部分の飛んだ角度の0から90度の部分を、この部分を引っ張り出してきた図です。この部分だけをこうごそっと持ってきた図です。でこれが打球速度、地面と水平なのが0、これを0と基準として、これを90度の時に決めています。なんでこう打球がまっすぐ地面と水平に飛びましたんだったら、この部分のどこかにいて、これが打球速度が100キロだったってなったら、この部分にいてるってことですね。これが打球速度が150キロで地面通平だったら、この部分にいてますよって、ね、でこれで例えば150キロで打球速度が150キロで、打球角度が、約50キロ50度だったら、この辺りにいますよ、こんな感じです。こんな感じのやつのここの部分をごそっと持ってきたもんやと思ってください。でこの図が説明しているのが、時速158キロ、打球速度が時速158キロの時は30度から26度がよく飛ぶ角度ですよっていうの でこれが打球速度が増えれば増えるほどどんどんこうやって広がっていくんですね。でこれが192キロ、打球速度が192キロっていうと、2021年シーズンの
ほぼ最速記録とほぼタイです、打球速度ね。過去最高195キロとかだったかな、打球速度が。なんでもうほぼ過去一レベルの打球速度なんですが、この時で約50度から8度の角度で打てばほぼ、ほぼというかよく飛ぶし、ホームランになる確率がすごい高いですよっていう角度です。これを表した図です。で、これがどういった意味を持つかというと、打球速度が速ければこの角度が、許容する角度が広くなるんでホームランになりやすいんですよ。じゃあ打球速度を上げるにしたらどうしたらいいんだっていうのを調べると、スイングスピードが速ければ速いほど、打球速度が上がる。これ比例じゃないですよ、正の相関で。で、スイングスピードが上げるには、じゃあスイングスピードを上げるにはどうすればいいのかっていうと、女子棒体重が増えればスイングスピードが上がっているのが分かったと。なんで女子棒体重、これはほぼほぼ筋肉量なんで、女子棒体重っていうのは筋肉量の目安です。これなんで女子棒体重量が増える、筋肉量が増えれば増えるほどスイングスピードが上がって、スイングスピードが上がれば打球速度が上がりますよっていうのがバレル理論です。でよくこのホームランがボー、ホームランオンボールをよく飛ばす、ボールをよく飛ばすには、あの打球の回転がバックスピンがかかるのが重要なんじゃないかっていう話もあるんですが、あのバレル理論では打球、ピッチングの、じゃあ、打球の回転か、打球の回転はピッチャーの回転量だったり投げる球種による影響が大きいというので考慮してないんですよね。では次、よく聞かれるのが、ベンチプレスとかそのスクワットとかバーベルで鍛える筋肉っていうのは使えない筋肉だっていう方が多いんですが、そうじゃないよっていう話を次していきたいと思います。では次いきます。はい、では最後に筋肉と瞬発力についての関係なんですが、瞬発力、パワーと置き換えてもいいですね。瞬発力の上限っていうのは筋肉の量に比例します。筋肉の量が上がれば上げるほど瞬発力の上限っていうのは上がります。当然ですよね。例えばベンチプレス、40キロしか上げれない人だったら、いくら早く動かそうとしても上限は絶対40キロなんですよ。私はめっちゃ早くしたよって言っても、じゃあ50キロ上がるようになりましたってなると、それはもう筋肉量の限界を超えてるんで上がらないわけなんですよね。逆に例えばベンチプレス100キロ上がる人だったら、40キロなんてめちゃくちゃ早く上げれるわけですよ。そんな感じで筋肉の、筋肉量、筋力の上限が上がると瞬発力で早く力を発揮できる重量、まあ、簡単に言うとパワーが上がるっていうのは当然の話なんですよね。なんでしっかりと筋肉の量をまず大きくしていかないと瞬発力の上限も上がらないので、瞬発トレーニングをするんだって言って早くこと動かすだけじゃ意味ないんですよね。なので順番としては筋肉の量を増やす、その後筋力を高める、そしてさらに瞬発力を上げるっていう段階になるんですが、これまたそれぞれ別のトレーニングなんですよね。でまずはしっかりと筋肉の量を増やすっていうのを第一に置いてください。一応データとしても筋肉の量が増えればホームランが増えるというデータが先ほど言ったみたいにバレル理論でありますので、しっかりと筋肉の量を増やすことをまず第一目的としてやってください。ちなみにこれは技術的な話とちょっとかぶったりもするんですが、バレル理論でよくボールが飛ぶ打ち方というかバットの当て方は示されてるんですね。それが、野球ボールの中心の約 1.6 センチ下をの中心を通るをバットが通るように9度の角度で上がるようにバットを振れば一番よく飛びますよっていう理論は出てます。ただ僕はこれに至るまでの過程で、例えば脇を閉じてこう腰を回し打つようにとかっていうのはちょっと僕は詳しく説明できないんで、これ以上やめときます。以上です。はい、以上でホームランを打つための筋力トレーニングに関する動画は終わりになります。情報の誤りだったりだとか、あと足らないところは、コメント欄かもしくは概要欄に補足していきますので、ぜひそちらもご覧ください。では本日はご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは、アスリートのためのトレーニングだったりとか、いろいろスポーツに関する情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。もし今日の動画が良かったよという方は高評価を押していただけるとすごい僕の励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。